ボインシティはアメリカのミシガン州シャルルボア郡にある市である。2010年度の国勢調査の時点で人口は3735人だった。ボインシティはボイン川がシャルルボア湖に流れ込む入り江にあり、湖から見て南東の橋にあたる。4つの郡区に接しているが行政上は独立している。その4つはそれぞれ北西のエヴァンジェリンタウンシップ。 北東のメルローズタウンシップ、南東のボインバレータウンシップ、南西のウィルソンタウンシップである。ミシガン州道75号線は、ボイン式近郊で2度、国道131号線と合流する。一方が、ボインから北東へ 10km 弱のボリューンレークで、もう一方が、ボインから南東に同じく 10km ほど離れた、ボインホールズである。軍道は、ボインから、 シャルルボア湖の湖岸に沿って南北に走っている。1856年に母院への入植が始まり、1869年には郵便局が設置された。旅館がこの地に作られたのは1879年である。1885年には母院に村ができた。1904年に母院から母院シティに名前が変わり、1907年には法人化されて、 市となった。アメリカ国勢調査局によれば、ボインシティは14平方キロメートルの面積を有し、10平方キロメートル余りの陸地と4平方キロメートル弱の水域からなる。ボインシティは、季節ごとの気温の変動が、大きい地域にあたる。夏を迎えると暖かいというより暑くなり、冬は寒い。欠片の気候区分に従えば、ボインシティは出順大陸性気候に属し、 分布図では DFB で表される。ありがとうございます。